んたが予約したボロボロの焼肉屋なんて行くはずないでしょ。そこに行くくらいなら残飯でも食べてる方がマシだわ。言っておきますが、ここ社長のご実家ですよ。え？スカットライン。俺の名前はヒロシ、現在絶賛就職活動中の大学生です。趣味で動画や写真の撮影をしている俺は、ずっと身近にあったカメラに興味があり、就職先もぜひカメラ業界でと思っていたのですが。で、君は弊社に入って何がしたいんだね。はい、私の大学時代の経験からカメラにまつわる仕事を。でもそれって趣味レベルだよね。本当にうちに入って会社に貢献できるのかね。それは。それに君のそのやりたいことってうちじゃなくてもできるよね。他のところに行く選択肢もあったんじゃないのかな。それはそうなんですが。面接は以上です。結果はメールでお送りいたしますね。ありがとうございました。就職活動を始めたはいいものの、俺がエントリーした企業はことごとく全滅。挙句の果てには面接で心をボロボロにされてしまって、就職活動にビビってしまう情けない日々を送っていました。このままどこも雇ってくれなかったらどうしよう。大学卒業しても無職だなんて親に顔向けできないよ。いっそ自分で仕事を、なんて。そううまくいくわけないよな。エントリーした企業は100社を超えていましたが、最終試験にまで残ることはあっても内定をもらえた企業は一つもありませんでした。そんなある日、転機が訪れます。その日はマルキというカメラメーカーへ面接を受けに行きました。どうぞおかけください。社長のマルキ優子です。今回は弊社にご応募いただきありがとうございます。本日はよろしくお願いします。お、元気があっていいね。ところで君はカメラは好きかな。はい、ずっと趣味で動画や写真の撮影をやってました。カメラのことなら誰にも負けない自信があります。いい答えだ。せっかくだから君の話をもっと聞いてみたいな。ええ、何でも聞いてください。1時間後。ああ、もうこんな時間か。長く話し込んでしまってすまない。これで面接は終了だよ。ありがとうございました。ああ、少し待っててくれ。この新入社員用の書類を受け取ってくれないか。時間があるならここで手続きを済ませることも可能だよ。それって。ああ、君さえよければぜひうちで働いてほしい。文句なしの採用だよ。やったー、 ありがとうございます。これからよろしく頼むよ。こうして俺は初めて内定をもらうことができました。それから数ヶ月後、俺は無事大学を卒業しました。本日からここで働くことになりました。大平博史です。よろしくお願いします。同じく本日からこの部署に配属されました篠村香織です。よろしくお願いいたします。今日からこの二人が新しく来てくれることになった。早速この会社のメインであるカメラ事業部への配属だが、みんながサポートしてくれるから二人は何でも聞いてくれ。他のみんなもこの二人をよろしく頼んだよ。大平博史君、早速だけど仕事を頼んでいいかな。はい、何でもやらせてください。篠村さんはあっちね。大平君とは別の業務をお願いするわ。はい、わかりました。就業後、はあ、疲れたな。でもこれから頑張らなくちゃ。あの、大平博史さんですよね。ああ、はい。あなたは確か新入社員の篠村香織です。日中は挨拶するタイミングがなかったので。ああ、これはご丁寧にどうも。ああ、敬語はなしにしよう。同期は私たち二人だけだし。そうだね。改めて俺の名前は大平博史。これからよろしく。よろしくね。それよりさ、博史君、あの人のこともう聞いてる？え、誰のこと？何かあったの？聞いてないなら大丈夫。でもこの会社ちょっと嫌な人がいるみたいだから気をつけて。ああ、うん、気をつけるね。それじゃあ私は先に帰るね。明日もよろしく。お疲れ様でした。翌日、昨日香織さんにあんなこと言われたけど、
本当にそんな人っているのかな。皆さんとても親切にしてくれたけど。おはようございます。本日もよろしくお願いします。朝からうるさいわね。もっと静かにできないの。すみません、挨拶は大事かと思いまして。これだから男は嫌いなのよ。カンチさん、確認お願いできますか。どれ。もう全部やり直しね。あんたはいっつも仕事が雑だから、もう一回見直しなさい。そんな。さてはこの人が。では自分も仕事に戻ります。ん、あんたちょっと待ちなさいよ。はい、どうかしましたか。あんた昨日入ってきた新人でしょ。すっごく元気がいい男って噂になってたわ。それはどうも。ちなみにあんた今までどんな大ヒット商品を作ってきたの。はい、いや作ったことないですけど。はあ、どんな新人かと思えばただのペーペーじゃない。すみません、先月まで学生だったもので。新卒なんてただの子供じゃない。こんなガキの面倒を見ないといけないなんてね。いい、私はカンチツボコ、この部署のエースよ。へえ。この会社が発売した女性向けデジカメを作ったのはこの私なの。それはもう飛ぶように売れて大ヒットを記録したのよ。その大ヒットは今でもこの会社を引っ張っているほどの偉業なの。つまりこの会社はね、実質私のものなのよ。そうなんですか、すごいですね。だから男のあんたは私に従いなさいよ。もう一人の新人くらい可愛げがあったらあんたにも仕事回してあげるかもね。どういうことですか。僕にも仕事させてくださいよ。男なんてね、女に従っていればいいのよ。さっきも言ったけど、この会社は私のものなのよ。みんな私の言うことさえ聞いていればいいの。特に男どもは女性を優位に扱ってちょうどいいのよ。ちょっと何言ってるかわからない。男とか女とか平等じゃないんですか。あんた私に逆らうわけね。いいわ、今後この会社でやっていけると思わないことね。はあ、このおばさんかなり面倒だぞ。それからしばらく経ったある日のこと。大平くん、これ。はい、何でしょう。うわ、この書類の山どうしたんですか。これをね、大平くんにやらせろって。しかも教授に。教授、誰に言われたんですか。ごめんね、カンチさんに言われたら逆らえないのよ。はあ、またあの人か。いくらなんでも教授は無理ですよ。せめて数日もらえませんか。それは難しいかも。その代わりカンチさんが帰ったら私も手伝うから。こら、そこ。言っとくけど、それは大平ひろし一人でやりなさいよ。重要な書類なんだから丁寧にね。他の人たちも新人を鍛えると思って手伝わないように。わかりました、任せてください。この程度の仕事パパッと終わらせますよ。ひろしくん、遅くまでお疲れ様。その書類もしかしてカンチさんに。今日中に終わらせろって。しかも誰の手伝いも許せないって釘を刺されて。この量を。っていうかこの書類まだ締め切りまで時間あるよ。こんなに急がなくてもいい仕事だよ。ねえひろしくん、私がカンチさんに行ってみようか。大丈夫、香織さんを巻き込んでも悪いし、しかももう半分は終わってるんだ。このペースなら明日までには間に合うと思う。そう、わかったわ。じゃあ手伝わない代わりにこれどうぞ。わあ、ありがとう。これで頑張れそうだよ。翌朝、カンチさん、これすべて終わりました。ご確認よろしくお願いします。あっそ、じゃあそこに置いといて。承知しました。チッ、調子に乗ってんじゃないわよ。少し早いが、みんな集まっているようだし会議を始めてしまおうか。はい、それでは私から企画を提案させていただきます。まず失礼を承知で申し上げますが、この会社は年々衰退しています。はぁ、ちょっとあなた自分が何言ってるか分かってるの。社長が聞いてんのよ。いや構わない、彼の言うことは事実だ。ひろしくん、続けてくれ。はい、そこで私が提案するのがこの企画です。結論をまとめると、
スマホとも連携できて、スマホ以上に撮影に特化したデジカメなら、若者にもうちの商品を手に取ってもらえると思うんです。うむ、興味深いな。ち、何よガキのくせに生意気だわ。ひろしくん、今日の企画すごかったね。そんなことないよ。この会社に何が必要かなって考えたら、自然にアイデアが出てきただけだよ。それでもすごいよ。私なんてスマホでよくないですかって言ったら、先輩にものすごく怒られちゃったよ。でも俺たち世代だとそういう意見も多いよね。そうだな、やっぱり君たちを雇って正解だったよ。マルキ社長、 お疲れ様です。ああ、かしこまれなくても大丈夫だ。ヒロシ君、今日の企画は良かったよ。それに香織さん、君の働きもよく聞いているよ。本当ですか？ありがとうございます。君たちさえ良ければなんだが、明日の夜食事でもどうかな。私がそのタイミングしか時間が取れなくてね。都合が合わないなら大丈夫だよ。ごめんなさい、私明日は家族がこっちに来てて。そうか、気にしないでくれ。ひろし君はどうかな？ぜひ行かせてください。社長とはゆっくりお話ししたいと思っていたんです。そう言ってくれると嬉しいね。それじゃあまた連絡するよ。二人とも頑張ってくれるのはありがたいが、仕事はほどほどにね。翌日。待たせたね、ひろし君。いえ、今来たばかりです。そう緊張しなくても大丈夫だよ。会社の外なんだから、もっと肩の力を抜くといい。ありがとうございます。ところで君は焼肉は好きかな？はい、大好きです。そうか、ならよかったよ。今日行こうと思っていたのは焼肉屋なんだ。ああ、会計は私が出すから気にせずお腹いっぱい食べるといい。本当ですか？ありがとうございます。社長が連れて行ってくれるお店だから、きっとすごく豪華なお店なんだろうな。さ、ここだよ。え、ここですか？ちょっと古いお店だけど、味は確かだよ。私が保証する。いらっしゃいって、ゆうこか、おかえり。ただいま、今日は会社の子を連れてきたよ。ああ、いらっしゃい。ゆうこがいつもお世話になってます。こんなお店だけど、ゆっくりしてってね。え、どういうことですか？こちらは私の両親なんだよ。お店もすっかりボロボロになってしまって、お客さんも少ないんだけどね。でも味は確かだから、ぜひ食べていってほしいな。そうだったんですか。任せてください。僕、大食いには自信があるんで。このお店のことは会社の皆さんも知ってるんですか？いや、話したのはひろし君が初めてだ。実家と会社は関係ないからね。あの、ぶしつけとは存じますが、このお店の経営状況はどうなんですか？このままだと潰れてしまうかもな。でも潰れるとしたら、うちの会社の方が早いかもね。え、それってどういうことですか？ひろし君の企画を聞いて決心したんだけど、うちのカメラ事業部をスマホ事業部に転換しようと思うんだ。だけど費用を考えたら、会社の貯金をほぼ全て使い切ることになる。つまり失敗したら会社がなくなっちゃうってことですか？そうだね。そうなったら私はこの店を手伝うつもりなんだ。でしたらスマホ事業は気合い入れて取り組まないとですね。当然だ。それにひろし君には新しい部署で中心的な働きをしてもらうことになるだろうからね。え、僕がですか？君が持ってる経験とそれを軸に発案してくれた企画、あれは本当に良かったよ。そう言っていただけると嬉しいです。実は私も昔は会社勤めでね、その経験を経て今の会社を立ち上げたんだ。面接で時間を忘れて話していた時、その時の君の姿がなんだか昔の自分と重なって見えてね、ぜひ君の力を貸してほしいと思ったんだよ。いや、僕なんて大したことはないですよ。ただ趣味で動画や写真を撮ってただけです。趣味だって仕事を超えることがあるさ。あ、ひろし君と話しているといつも多くを語ってしまうな。私が言いたいことはただ一つ、今後も期待しているよ、大平ひろし君。はい。スマホ事業への転換はまだ秘密にされつつ、俺は社長とのやり取りを重ねながら普段通り業務を行っていました。そうしている間に時間は過ぎ、気づけば
数ヶ月が経っていました。大平ひろしめ、最近社長とこそこそしているようだけど一体何を話しているのかしら。ちょっと気に入られてるから調子に乗るんじゃないわよ、まったく。ムカムカするわ。ランチさん、これ終わりました。あ、そう。じゃあ次はこれね。え、またですか。他の方も仕事を頼まれてますので、こちらはちょっと。私の頼みが聞けないって言うの？あ、いや、そういうわけじゃ。こいつ本当に生意気ね。お、そうだ。なあ、おひら、今度お前たちの歓迎会があるだろう。はい、そうですね。確か幹事さんが幹事でしたよね。いいえ、あんたが幹事をやりなさい。はい。この私が直々に幹事任命してあげるって言ってるのよ。僕がですか。あの、お言葉を返すようですが、仕事に差し支えるので他の方にしてもらえませんか。ダメよ、あんたがやりなさい。それとも私に逆らおうっていうの。はあ、わかりました。ではこちらで決めておきます。そうじゃ、よろしく頼むわ。あん、他のみんなへは私から伝えておくわ。とは言ったものの、歓迎会ができそうなお店なんて知らないしな。ああ、そうだ、あの社長、少しご相談が。どうしたんだ、ひろし君、仕事のことかい。いえ、今度の歓迎会の場所なんですが、社長のご両親のお店でお願いできないかと思いまして。ああ、それはいいな。いつかは社員のみんなにもあの店のことを話さなければと思っていたし、いい機会になりそうだ。それに団体客ならうちの親も喜ぶよ。私から連絡しておこうか。ああ、いえ、僕の方から予約を入れておきます。そうか、わかった。また日程が決まったら連絡してくれ。それから数日後。あいつは今いないみたいね。はい、皆さん注目、今度の歓迎会は私のお気に入りのイタリアンバルで開催します。え、お店はひろし君が決めてくれたんじゃ。ああ、あいつの決めた店見たでしょ。今にも潰れかけの焼肉屋よ。この私がそんな店に行くわけないじゃない。社長は来れないって言ってたしね。だからもっとおしゃれで豪華なお店にしましょう。あんたは別にこっちに来なくてもいいけど、次の日から仕事できると思わないことね。うん、わかりました。そうして歓迎会当日。社長、お疲れ様です。いよいよ今日ですね。ああ、今日は私も早めに上がって店の手伝いをすることにしたよ。店員として私が出て行ったらきっとみんな驚くと思ってね。それは絶対に驚きますよ。僕も仕事が終わったらすぐに向かいますね。他のみんなはカンチさんが連れてきてくれるそうです。うちの親も楽しみにしていたよ。ありがとうな。仕事を終わらせた後、カンチの俺はみんなより一足早くお店に到着しました。こんばんは、本日はよろしくお願いします。いらっしゃい。こちらこそよろしくね。さあ皆さん、ここが歓迎会の会場ですよ。カンチさん、やっぱりヒロシ君に知らせた方がいいんじゃ。そんなことしなくていいわよ。あいつのことは気にせずじゃんじゃん飲んじゃいましょう。変だね、誰も来ないな。時間は間違ってないんだろう。おい、そのはずです。ちょっと連絡してみます。あ、もしもし、カンチさんですか。あん、誰かと思ったら調子に乗ってるヒロシ君じゃない。どうしたのかしら。どうかしたとかじゃなくて、誰もお店に来てないんですけど。みんなを連れてくるのはカンチさんの役目でしたよね。だからこうやっておしゃれなお店で飲んでるんじゃないの。はい、もうどこかで飲んでるんですか。そうよ、あんたが予約したボロボロの焼肉屋なんて行くはずないでしょ。ああ、やっぱり私が勘定しないとダメなのかしらね。これだから男って嫌いなのよ。確かにお店の雰囲気はあれですが、味もサービスも本当に素晴らしいお店なんです。だからってあんな汚いお店なんて行けるわけないでしょ。そこに行くくらいなら残飯でも食べてる方がマシだわ。あの、言っておきますが、ここ社長のご実家ですよ。え、隣に社長がいらっしゃいますので電話変わります。隣に社長。社長のマルキだ。カンチさん、これはどういうことかな。
社長どうして。うちの両親の店は汚くて、ここで食べるくらいなら残飯を食べてた方がマシなんだってね。君の声が大きすぎて丸聞こえだよ。いや、そんなわけないじゃないですか。それはその言葉のあやと言いますか。今から社長のご実家行かせてもらえるなんて光栄です。言い逃れできると思ってるのかい。もう来なくてもいいよ。じゃあ、違うんです。社長、話を聞いて。切れた。どうしましょう。電話切ってよかったんですか。あんなやつはうちの客じゃないよ。だがそうなるとこの肉どうしようか。なんだい、お客さん来れなくなったのかい。ああ、それは困ったね。せっかくいいお肉を仕入れてきたのに。仕方ねえが、もう廃棄するしか。ちょっと待ってください。僕に任せてください。団体客が食べきるような量だぞ。一体どうやって。任せてください。お肉焼かせてもらってもいいですか。あと生ビールもお願いします。はい。よし、ではではカルビを焼いて、いい匂い。そしたらさつえっとビールも移して、おお、うまそう。おい、ヒロシ君、一体何を。社長、声が入るのでお静かに。いや、すまない。それから動画を加工して、本当は教えたくない美味しい焼肉屋さんをご紹介。これで送信と。終わったのか。はい、少々お待ちくださいね。あって、30分後。すみません、ボロいけど美味しい焼肉屋さんってここですか。すみません、予約してないんですが今から10人入れますか。はい、こちらにどうぞ。え、ヒロシ君、これは一体。僕の SNS を使ったんです。どうやらフォロワーの皆さんが駆けつけてくれたみたいです。おい、ゆうこ、お前もこっちに来て手伝ってくれ。今行くよ。せっかくなので僕も手伝います。こうして歓迎会のために準備していただいたお肉は全て売り切れ、来てくれたお客さんはみんな満足して帰っていきました。翌日。社長、昨日の件なんですが、本当に申し訳ありませんでした。謝って許されると思ってるのかね。君は自分が何をやったのか理解してるのか。社長のご実家の焼肉屋が残飯以下とか言って申し訳ありませんでした。君が何も反省してないことは分かったよ。それよりもヒロシ君、みんなを集めてくれ。大切な発表があるんだ。了解しました。みんな集まってくれてありがとう。突然だが、本日付でこのカメラ事業部を解体し、新たにスマホ事業部を立ち上げることになった。会社の大きな方向転換だ。みんなよろしく頼むよ。そんなの聞いてないですよ。私ずっとガラケーで、スマホなんてチップカップなのに。プロジェクトリーダーは私だ。そしてサポートにはヒロシ君に入ってもらう。スマホがわからないような人は別の部署での担当に回そう。そんな。カンチさんはこの会社のエースですから、別の部署でもその手腕を振るってください。まあ活躍できればの話ですが。その後、社内では大規模な人事異動が実施され、スマホ事業部にはえりすぐりの社員が集められました。その中にエースだった彼女の姿はなく、他の部署に回された結果、本当に何もできないポンコツ社員ということが知れ渡り、自分が会社のお荷物であることを自覚し、部屋の隅でおとなしくなってしまったそうです。一方で新事業部はというと。大平さん、この書類の確認お願い。わかりました、すぐに確認いたしますね。うん、順調みたいだね。私の方の仕事もそろそろ終わりそうだ。ねえねえ、ひろし君、今度みんなで打ち上げしようよ。スマホ事業部の業績はこれまでにないほどのうなぎ登りで、過去の大ヒットを大きく上回ったのです。それは社員みんなが力を合わせて作り上げたもので、社長や俺だけでは到底成し得ない功績でした。
そして今夜はみんなで打ち上げに来ています。もちろん会場は、社長が店員さん？この店って社長のご両親のお店だったんですか？今まで話せてなかったけど、実はそうなんだよ。実は前回の件で社長のご実家の焼肉屋は隠れた名店として認知されるようになり、以前では考えられないほどの大盛況。ご両親からは嬉しい悲鳴が上がっているらしく、お店を畳む話はなくなったそうです。ここ SNS でバズってるのは知ってましたが、まさか社長のご実家だったなんて。私これからもこのお店通いますね。それよりもさ、早く食べようよ。ほら、ひろしくん、乾杯の温度取って。ここは社長に。そうだね、ひろしくん、よろしく頼むよ。社長がそう言うなら5本。それでは事業の成功を祝いつつ、事業拡大を目指して乾杯。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。